こんばんは、ドライトニュースの時間です。 PS4 の統合版マインクラフトのパッケージ版が発売しました。12月11日にダウンロード版の購入はできましたが、1月16日、昨日ですね、やっとパッケージ版の発売です。こちらをご覧ください。日本版のマイクラの公式ホームページですが、発売したことをお知らせしていました。そしてパッケージ版の内容はスターターコレクションとして発売するようです。主な内容はリトルビッグプラネットマッシュアップ、ギリシャ神話マッシュアップ、都会テクスチャーパック、スキンパック1、そして 700PS4 トークンも追加します。これは嬉しいですね。そして値段は税抜きで3600円です。消費税を入れると3960円で、ダウンロード版と一緒ですね。以上、 PS4 の統合版マインクラフトのパッケージ版が発売しました。パッケージ版が欲しかった人も多いかと思います。やっと登場しましたね。明日は土曜日で休みかと思いますので、ぜひ買いに行くといいですね。それでは良い一日を。